直樹チャンネルの井上直樹です。今回はやってまいりましたやってまいりましたがまだ第2回目ぐらいかもしれないんですけどお土産コーナーですね、紹介いたしますね。アメリカから持ってきたものをちょっと紹介いたしますんで、はい、少々お待ちください。今回結構あるねまあでもこんなもんじゃないですか。そうジャブぐらいから始めていきましょうか。どれぐらいかジャブですか。直樹くんの中でメインをまあ後半に残して。メインも何もないんですけどね直樹くんお土産選ぶ基準何これはこの人で買ってこうとか、いや今回自分用で買ってきた部分もあるじゃん。それ選んだ基準は何だったの。選んだ基準はまあこれは日本にはないだろうなと思って買ってきました。あ、OK です。まあどんどん行きましょうか。そしたらまずお土産一つ目、じゃじゃん、リーシーズです。これ知ってますか。スーパーで買うんですけど、うん、スーパーのお菓子コーナーに行くとだいたいこれがもう本当に結構たくさん陳列されてたりしてて、あこれいやなんか見たことないし行ってみようと思って買ったんですよ。僕も食べたことなかったんでまあ一つ自分用にと思って買ってみたんですけど、思いのほか甘かったです。甘い。これはめちゃくちゃ甘いです。開けるとなんかこんな感じのなんだろう、王冠型、こうしたら王冠型の。そうですね。これ何が入ってるの。これはピーナッツバターですか。あ、ピーナッツバターをミルクチョコレートでコーティングしてます。あ、ミルクチョコレート、うん、はい。と見た目だけで見るとなんかちょっとサクサクしてるのかなって思いがちなんですけど、めっちゃ思った。中にクラッカー的なもので、はい、って思ったら思ったらもう甘かったです。甘かったよねいただきます口の中でシャリ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 言うんですけど、うん、まあ、それがピーナッツバター&ミルクチョコレートのやつかなって思うかなと思うんですけどすごいよねこれ。これなんかすごい砂糖を食べてるみたいな。そうあのまずいわけではないことだけは言っとくけど、まあ、まずくはないですね、まあ、なんだろう、甘い。お茶菓子で仮にこれとプラスコーヒーで出されて1枚でいいやってなるぐらいの甘さ。2枚目あんまり行こうとは思わないですかね。今僕2枚目食べたんだけどあの後悔してる次行きますか、うん、次行ってみましょうか。これは有名ですよ。じゃじゃん、 M&M's本家です。アメリカで買いました。いやでもこれ日本で僕は見たことなかったんですけど、 M&M's、 はい、普通に売ってますよね。多分売ってはいるんだけどこのサイズは、あ、そのサイズはないかこのサイズはやっぱでかいなと思って、ちょっとさ袋をこうやってみて、結構でかくない玉M&M's そんな音したことないよ俺知ってる限りなんかシャッカシャッカシャッカみたいな感じだと思ったらゴロゴロゴロって言ったら初めて聞いたよ本当ですか。でかいっしょ。 M&M's も食べたことなくて。嘘。ないです。マジ。はいそうなんだ。マーブルチョコ的な感じじゃないですか。ごめん俺逆にマーブルチョコ俺が食べたことないんだわ逆パターン逆パターンだわ。じゃあこれちょっと食べてみます。いいよ食べてみよう食べてみようこれは揚げてみます。いやでもまあ普通のチョコレートですね。ゴロゴロゴロって言ってたからさ、どんなサイズかなって思ったら、でかいな、でかいな。こんな感じですね。粒でかいよ。でかいですかね。うんうん。食べます。食べる。でかいって。マーブルチョコよりはかはでかいですかね。いただきます。うん。ちなみにこれ。キャラメル味です。え、そうなの。はい、他にもありましたね。キャラメルって書いてある。弾力がやばいえ、今食べたのがそのちょっともう一個ちょっと 何色いこう、これにしようかな黄色いって色は関係ないじゃないですか色関係なかった弾力すごい。これそれがキャラメルかもしれないですね。だから本当にマーブルチョコと同じような感じで外はまあ砂糖コーティング、砂糖コーティングで、うん、でその中に、まあ、マーブルチョコだと全部チョコなんですけど、それが中にキャラメルチョコと多分キャラメルが入ってますね、うん、これ美味しいね。でもこれは美味しいです、うん、甘すぎない。多分リーシーズよりこっち
こっちだね。こっちの方が次行きましょうか、うん、じゃあまあお菓子つながりということで、すっごいボロボロになってるけど、いやもうさすがアメリカから輸入してきましたからいいじゃないよビスコフです。これは分かんないです。だけどそのルームメイトの人がこれは私の一番好きなやつだって言ってたんで間違いないと思います。多分ジムに持ってこうかなと思って持ってきます。なのでこれは試食はなしですね。はい、これはめっちゃピンク。えいやいや、これは多分グミのピーチハーツ。いやいやいや、ハート型ピーチみたいなやつでしょそうです。あ、これグミですね。水垣さんがグミが好きなんで、うん、あ、そうなんだ。はい、グミ買ってこうと思ってグミを買ったわけですよ。だからこれも試食はできないですけど、うん、できます。次はコルゲイト。これは日本になくないですか。それ日本ないかも。そのタイプはないと思う。まあ母親にですね、もうそろそろ歯磨き粉がなくなるって言ってたんでだからまあ買ってこうかなと思って。うん、優しい。前回の時も買ってたんですけど、それ前回多分お姉ちゃんに頼まれてさ、はい、買ってきた後に、はい、なんか謎の一本余分に余ったからって僕にくれたじゃんでそれ使って磨いてみたんだけどそれめっちゃいいよあ、本当ですか。それめっちゃ良かったよ。これは毎回頼まれるんで、うん、いやこれを買ってるんですよ。じゃあ次買ってきますね。あ、お願いしますまあ次はアメリカに行ってやることといえばですよ、調味料探しですよ定番のということで買ってきました、調味料。はい、まずはこの3兄弟からいきますか。なんかこれが3つ並んでたんですよ。何なのか分かんないですけど、じゃじゃん。すごいなんかパッケージが独特だななんかそうですよね、マジックシーズニングブランズ。なんかこのおじさんの顔に惹かれて買っちゃったわけですよ買っちゃったんですかまして、でこれもうなんか肉とか魚とかに多分かけて食べればいいっぽいんで、またそれは動画で ね、やろうか、やりましょうやっていきたいと思います。じゃじゃん、マスタードです。マスタード、はい、普通の来たね。普通じゃないと思うけど、いやまあマスタード、家にマスタードないなと思ってちょっと買ってみました。家にマスタードないなそれ自宅の買い物をわざわざアメリカでやってくるのすごいなんか、まあ、ポテトとかね買って、うん、つけて食べてみたらいいんじゃないですか。うん、何事なんかまあ普通のマスタードじゃないですかね、これは。おい、なんかすごいアメリカってあれですよね、グルテンフリー強調しますよね。ああ、うん、あのいろいろめちゃくちゃいろいろあったからねいろいろあったからねいろいろあったんですね。なんか値段の下にグルテンフリーわかるめっちゃわかる全部に書いてあります。それがね、タイとか東南アジアに行くとバイワンゲットワンフリー全部変わってるって信じていいと思うじゃあ次いきますか。お、次こいつです。え、はい、ハバネロですね。ハバネロ辛いの苦手なのにえ、そういう系、食べれば食べるほどめっちゃ辛くなっていく系もしかして。下ベロが辛いです下ベロがなんかヒリヒリする感じは、まあこれは前回がそんな、うん、でもじゃなかったじゃないですか。辛酸っぱいみたいな感じのね。そうですね、まあでも僕もまあ、食べるには食べれたんで、うん、そこまで悶絶するほど。その悶絶したいのあなたはどのぐらい悶絶したいんですかして俺てっきり骸骨描いたのと思ったら、これラマかなんかなのね、ロバの顔。
そうですね、ロバの顔なんだけどパッと見骸骨に見えるっていう面白いデザインしてる肉とかにつけて食べていきましょう、うん、はい、まあオーガニックらしいんでオーガニックすごいオーガニックもすごい強調しますよね。オーガニックすごい強調するよ紹介は以上です調味料に関しましてはまた違う動画で出したいと思うので楽しみにしていてください。まあこんな感じで前回よりかはちょっと多かったですかね、お土産持ってきたんですけど、うん、日本にはないものを買ってきて、うん、これは何だと思わせるのがいいかなと思うんでちょっといろいろ試しに買ってみました。でこのシーズニングたちは、まあ、また違う動画で出したいと思うんで楽しみにしててください。でも以上になります。もし皆さんもアメリカ行くことにあれば試しに買ってみるのもいいかもしれないですね。特にこれはおすすめらしいんではい、また次の動画でお会いしましょう。またねー。